どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さ、長い長い札幌グルメ紹介が終わりまして、僕たち東京に帰ってきました。で、今来てるのが新宿は歌舞伎町でございます。いきなりだねそうですよねずっと札幌にいて急に歌舞伎町来ちゃったっていうで、後ろにアパホテルがあるんですけども、ここの1階にビーフキッチンスタンドというお店があって、このチャンネルでね1年ぐらい前に紹介したんですけども、その時はね秋葉原のアパホテルの1階に入ってるビーフキッチンスタンドで、今回紹介したいのはこの歌舞伎町のアパホテルの1階にあるビーフキッチンスタンドで、なんで来たかというと、2週間ぐらいずっと札幌いたでしょ。いました。2人で打ち上げでもやろうぜということで、でゆっちーがこのビーフキッチンスタンドね来たいと、めっちゃ楽しみなんですよ。動画でずっと見てて、僕も食べに行きたいですとずっと言ってたからね。でお店の方に連絡したら撮影の許可も OK いただきましたんで、あなた本当贅沢だよ本当ありがとうございます。あんだけ札幌でさ北海道グルメ満喫して、いや本当です。で東京帰ってきてさ、ビーフキッチンスタンド今度行きたいんですとか言ってで来てんだからどんなカメラマンだよこれ。いや TV ってすごいですね。お前がわがままなんだよでこの店の売りがステーキが290円で食べられる。びっくりですよ本当。まあ大きさはねこれぐらいなんですけれども、まあとにかくね200円から400円、まあ500円ぐらいかなの間で飲み食いが楽しめるお店という、都内のコスパ最高飲み屋でございます。であとね、俺これ知らなかったんだけど、あちら見てください、あのラーメンなぎさんもすごい煮干しラーメンがビーフキッチンスタンドで食べられるんですよ。うわこれも食べたいですね。飲み屋さんでこれ食べられるってすごくない？めっちゃいいですね。で入り口がこちらです。すごいと思わない？これ歌舞伎町だよ、290円食べられるの。いや価格ちょっとやばいですよ。やばいよ。であとさ、全く関係ないんだけど東京暑いね。ずっと札幌にいたからさ、向こうダウンジャケットだったじゃん。でしたね。俺もう今これパーカーで大丈夫だもんで料理のラインナップはこんな感じになっております。これ安いでしょ。100円からこうつまみ系がねたくさん選べて、でこっちはオール199円、290円、330円で、ちなみにこちらのメニューはランチ限定になってるんですけども、前なかったんですよねこういうメニューが。これらがビーフキッチンスタンドで味わえます。腹ペコ男子にはたまらない。で、あと俺前回さ、イエガーマイスターっていうねアルコール、ドイツの陽明酒って言われてるのがあるんだけど、まあ、これがさ結構アルコール度数強いんだけど、チンチロゲームっていうのがあって、サイコロ振ってゾロ目が出たら無料なんですよ。で奇数だと半額 で偶数だと2杯オーダーになっちゃうと。まあ今日も打ち上げですからこれやっちゃおうかなと。もう僕やりたくてしょうがなかった。イエガーマイスターでいっちゃいました。チンチロゲーム酔いつぶれても大丈夫です。ここはアパホテル。あ、上ね。あ、来ました、チンチロゲーム。行きます。あ、グースは2杯ですね。持ってますね。うん、来た。ありがとうございます。ちょっと待って、マジか、ゾロ目だから無料だ。すごい。お客さんで出したの久々に見ました。あ、本当ですか。ちなみにお姉さんくるみさんです。はい、どうもお願いします。あの久々に出たんですか、ゾロ目は。はい、久々に出ました。本当ですか。ちょっと夏ぐらいに出てこれであなたもうあれ運使い切ったのかそれでは東京は新宿歌舞伎町ビーフキッチンスタンドさんで乾杯。乾杯です。くぅーまあこれはあくまで個人的な意見なんですけど、歯磨き粉の味ですみたいな。そして一気にメニューがやってきました。これすごいね、グツグツが半端じゃないね。これ大仙鶏のアヒージョ、うわーいいじゃないですか。第一陣はこれで楽しみたいと思います。それじゃあ乾杯。もう顔赤いけどね。うん、あ、ちなみにイエガーマイスターはアルコール度数35度です。結構ありますよね。まず最初さ、これいこうか。熱々からいこう。これは熱々でね食べたいから。大仙鶏のアヒージョ。お、あ、うまっ。すげえジューシー。ガーリックトーストを一緒に。うん、東京ただいまI'm sorry.
今日はもうお酒が進みますね。もう我慢できない、ステーキ頼むぞ。あ、もう早速いっちゃいますか。ダメだもん、すいません、ステーキ2つ。ポテトもね、あなた大好きだから。ただ札幌でいっぱい食べたけどさ。あ、うまっ。これで130円ってめっちゃいいですね。そうなんだ。で、俺の大好きなカニクリームコロッケ、これがなんと1個150円でございます。で、中にこれカニの爪も入ってる。いいでしょこれ。うわ、うまそうだな。ほんとカニクリームコロッケ好きっすよね合格え、なんすか合格。合格です。おお。いや、これさ、うわ、中に身が、うめぇ。まあ、改めてさ、札幌グルメも美味しかったんだけど、東京はさ、店が星の数ほどあるんで選ぶの大変だよね。本当そうですよね。僕は鉄板なんで、東京に観光に来たらビーフキッチンスタンドさんは来てほしい。店舗数も10店舗ぐらいありますからね。チャンネル登録よろしく。うわー、来ました。オリジナルのステーキソースです。あともう一個あります。ハイパーガーリックステーキソース、ダブルでいきます。お、ダブルで。おお、すごいでしょ。いいですね。290円ダメだろ今ちょっと筋のところだったんだけど、このね、食感がまたいいね。うわ、要は満足じゃ。どの時代だ僕はちょっともうこのままでまずはいっちゃいます。まんまでいっちゃう。おお、うわ、これが290円です。いいんですか。いいんですちょっとこれがどんな味なのかずっと気になってて。ガーリックめっちゃうまいな、これ。瞳孔開きすぎだろ、お前。このソース、ほんと楽しみだったんですよ。これうまいね。めっちゃうまい。オリジナルのね。そして次は、極厚ハムカツです。いや、これすごいじゃないですか。すごいでしょ、この厚み。うん、おぉ、ハムの塊すごいよこれ。今日も幸せにね、美味しい食事が食べられて本当に嬉しいですよ。何ですか、しみじみしちゃって、うん、そしてビーフキッチンスタンドの松本ライスがやってきました。確かこれ僕前回食べたんですけど、器がちょっと変わったかなと思います。いい感じです。山手さん、これ動画で見てこれ食べたかったんですよこれなんですよこれ。松本ライス、うまそうだな。うわ、おおおおおお、たまらないよな、ね、肉のエキスも入ってるし、ね、たまらないでしょこれ、うん、で、そろそろ締めのラーメンいっちゃいましょうか。いっちゃいますか。いや、でも嬉しくない？ビーフキッチンスタンドでラーメンなぎさんのすごい煮干しラーメン食べられるんだよ。だからわざわざ店出た後にラーメン屋行かなくていいんですよ。すごいステーキ煮干しラーメン、あとすごい煮干しラーメン、これ単品でミニカレーを一つ。なんだ、カレーいっちゃいましたね。俺がどんだけカレー好きだと思ってんだよ。いや、分かってますけど。来ましたよ。来ましたね。で、こっちがスタンダードのすごい煮干しラーメンで、こっちがステーキの入ったすごい煮干しラーメン。いや、このビジュアルはすごいよね。ステーキが乗ってますからね。わあ、すごいな。で、こっちがスタンダードのすごい煮干しラーメン。そしてカレーもやってきました。おお、ナギです。うん。すごい、麺あげただけで香りがすごいね。うん、テュルンテュルンです。うん。で、幸せだな。出たな。これをここに、うわ、カレーと一緒に、うわ、
そういう作戦だったのか。もうどうにでもしてくれ。誰に言ってんすか。ちょっとじゃあまずステーキからいっちゃっていいですか。おいおいおい、ステーキからいっちゃいましょう。ありえないよ。もうステーキ、ステーキから入っちゃってる。うわ、このステーキと煮干しの組み合わせが歌舞伎町で味わえるんですか。そうなのよ、アパホテルの下でね。いや、コスパ最高だったね。最高でしたね。分かったよ。ステーキ290円を看板に、ナギのすごい煮干しラーメンまで食べられるという。ビーフキッチンスタンド歌舞伎町ステーキ酒場、新宿駅から徒歩5、6分の場所にあります。歌舞伎町のアパホテルの1階にお店ありますので、アパホテルを目指せばお店分かると思います。東京に住んでる方ももちろんだけど、出張でね、このアパホテルに泊まってる人もリーズナブルに利用できると。めっちゃいいですよね。すごくいいでしょ。ぜひ飲みに食べに来てみてはいかがでしょうか。そして今回のコメント紹介は小鳥丸さん。昨日までね、札幌グルメをずっと紹介していて、来年北海道に行くので参考にさせていただきますと。でもワッキーさんのご紹介がうますぎて、もう北海道に行った気分になってます。すごい。これ嬉しいね。最高じゃないですか。寒くなってきています。風邪ひかないで帰ってきてくださいね、という無事に東京に帰ってきておりますので、ありがとうございます。ありがとうございます。動画だけでさ、もう行った気分を味わえてもらってるわけだからさ、すごいじゃないですか。これはもうね、 YouTube やっててよかったなと思いますよ。このように毎回皆さんからのコメントご紹介してますので、コメント、それから高評価もよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしく。またね。女子大生6人で元気にお届け、焼きの女神って言われてるんですか。あのお名前はアミナです。あったー、うわー、おいしそう。あ、いいですね。マッシュポテトが入ってるの。私たちのコバを皆さんに与えたいっていう思いがあったので、なんか応援してあげたいよね。うん、そうね。このチャンネルはちょっと微力だけどさ、